ラスベガスで一度は置いたグローブとその思い、再び男はリングを目指す。傷だらけの体とグローブを手に、白田信明43歳新たな挑戦が今始まります。流れる音楽は空手馬鹿一台、よせばいいのにと言われても、バカなことをと言われても、この限る思いを抑えることはできませんでした。 K-1 ファイターとしての角田はもう引退しました。これからは空手家角田信明の挑戦です。することに 99% はブーイングかもしれません。あけぼのを勝たせるために出てきたのか、そんな風に言う人もいるでしょう。見てくれればいい、この思いを感じてくれればいい、この悲しいよ。私は今宵、あけぼのの心を折る。愛と涙と感動のなにわ男、角田信明43歳、今再び茨を踏みしめ。